公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会は1964年に設立された。設立時の名称は日本支隊不自由者リハビリテーション協会1970年に現団体名となる。2011年8月1日付にて公益法人制度改革に基づく公益財団法人に移行元厚生労働省所管。 その他役員については、同団体ホームページにて公開されている。昭和天皇80歳記念、障害者リハビリテーション振興基金財産の運営障害者のリハビリテーションに関する調査、研究障害者のリハビリテーションに関する調査、研究の推進のための支援障害者のリハビリテーションに関する教育、 研修障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供障害者のリハビリテーション関係団体等に対する連絡及び技術協力障害者のリハビリテーションに係る国際協力国際障害者リハビリテーション協会に対する協力第二種社会福祉事業身体障害者福祉センターの受託経営その他全条の目的を達成するために必要な事業 ありがとうございます。